地球の平均気温が上昇する中、気候変動の状況把握とどのような対応を行うべきかは、営農する上でとても重要な課題となっています。より高温でも品質を保つ品種の開発は業界の急務であり、これらの課題を解決するための情報提供や管理ツールが求められています。農研機構農業環境変動研究センターでは、農業に関する気温や日射量などの気象データの予測をきめ細かく提供するシステムを開発しました。最大26日先の予報値を含む農業気象データを約 1km 四方の細かさで日本全国について網羅、栽培中の作物の発育予測や気象災害、病虫害への警戒など幅広い分野でご活用いただけます。農作物の管理をする上で、作物の生育期間を通したデータが利用できることはとても重要です。データが利用できることで、作物の発育モデルを播種直後から収穫期まで実行することができ、栽培管理をより正確で緻密に立てられるようになるからです。このシステムは1980年1月1日から前日までの観測値、そして最長26日先の予報値、年末までの平年値を連続したデータとしてご提供します。私たちが利用できる気象予報は従来は長くても10日まででしたが、農業向けとして特化することで予報期間を飛躍的に延長しました。この結果、アメダスと平年値を接続する従来の方法に比較して、小麦の出水日を2週間も早くから正しく予測できるようになりました。さらにデータが毎日更新されるため、常に最新の情報で年末までの予測を見通せます。標準国土メッシュに従った日本全国約 1km 四方の緻密な気象データを使えば、農業情報の分布図を作成することができるため、作物の収穫適期などを面的に知ることが可能です。なお、データは1980年から利用可能なので、地域に合った作物や品種の選定にも用いることができます。さらにはアメダスからは得られない湿度や日射量、積雪水量、大気放射量など13種類の幅広く有効なデータを提供しています。湿度は作物の病害発生予察など、また大気放射量は果樹、茶の逃走害や融雪時期の予測精度の向上に寄与します。このシステムを作物生育モデルや病虫害発生予察モデルなどと組み合わせれば、異常高温・低温の注意喚起や農業気象災害の早期警戒、水田水温の予測、環境性肥料の発現量予測も可能です。さらにこれらの情報をもとに、最適な作期や品種の提示、最適な施肥条件の提示などの栽培計画支援や収穫適期の提示および病虫害防除適期の提示などを行う栽培管理支援システムを構築できるようになります。データの取得方法はとても簡単。オンデマンドでいつでもどこでもデータを取得可能。利用登録をし、知りたい地域と期間、気象要素を指定してデータを計算プログラムに入力したり、ワンクリックで表計算シート上に読み込むことができます。変化し続ける環境の中で、より豊かな農業の未来を切り開くために、全く新しい農業気象情報データ提供システムをぜひご活用ください。